コーンウォールは、イギリス海軍のカウンティ90巡洋艦、ケント90巡洋艦に分類されることもある。空襲下のコーンウォールと同セットシャー沈没寸前の a 住巡、コーンウォール1924年10月9日にデボンポートで帰港し、1926年3月11日に浸水、1928年5月8日に収益した。中国艦隊の 第五巡洋艦船隊に配備され、極東に向かう。1929年10月、姉妹艦、ケントや空母、ハーミーズ島と共に大日本帝国を訪問し、各艦は日本列島の各地に寄港する。コーンウォールは、長崎県長崎港、大分県別府港、静岡県清水港に入港した。1930年4月、コーンウォールは、神奈川県横浜港や、 兵庫県神戸港にそれぞれ寄港して滞在した。1934年11月、イギリス艦隊が日本各地を訪問する。コーンウォールは横浜港と神戸港にそれぞれ滞在した。1935年10月、イギリス海軍の従順道セットシャーや D 級巡洋艦多数が日本を訪問するが、コーンウォールは朝鮮半島に泊まり来日していない。 1936年7月、イギリス本国に戻り、修理と改装を行う。1937年12月に改装を終え、第2巡洋艦船隊に配備された後、古巣の第5巡洋艦船隊に戻った。1939年9月、第2次世界大戦が始まる。連合国の海軍に対して、劣勢のドイツ海軍は通称破壊を開始。 ユーボートと,と共に仮想巡洋艦やドイッチュランと急走行艦を大西洋やインド洋に放った。コーンウォールは走行艦アドミラルグラーフシュペイの創作に従事した。1940年7月、イギリスに戻る。8月、再びイギリスを離れ西アフリカでダカール沖海戦に参加、また自由フランス軍のカメルーン、ドゥアラ占領を支援した。同年十二月からは、 南アフリカのサイモンズタウンを拠点に、南大西洋とインド洋で多数の戦団を護衛した。コーンボールもまた仮想巡洋艦の捜索も行い、1941年5月8日、セイシェルの北で仮想巡洋艦ピングインを撃沈した。1942年3月、イギリス東洋艦隊に加わる。4月5日、セイロン島の南東約 320km の インド洋で日本海軍のナグモ機動部隊から飛来したエグサ高ししげ小さひいる99式艦爆隊の急降下爆撃を受け、従順洋艦同セットシャーと共にわずか十数分で撃沈された。ありがとうございます。